やばい、バグった。ちょっと待って。ヤッホー、こんばんは。ということで、今日はなんと大学のお友達とお泊まり、お泊まりしています。パチパチ。お泊まりっていうか、お泊まり、お泊まり、うん、お泊まりか。そう、あのいつも話してるあの4人、あの3人、いつも話してる。大学の友達なんですけど、え、これ上げてんのが分かるやつ。これ今最大エントランスあるやん、びっくりしたか。え、うん、これつけてる今。あれ、あ、ね、そう、なんか今日は大学の その友達、いつも一緒にいる4人で毎年お誕生日お祝いしてるので、今日は S ちゃんって子がもうそろそろ誕生日を、あともう2時間、1時間半ぐらいかな。でもうなんと25歳になるということで、まあ、浪人なん21歳か、21歳になるので、そのお祝いをね毎年やってるからそうそう、それでみんなでみんなでこうやって毎年、去年も20歳の誕生日で一人の誕生日にホテル泊まって、もうでも去年は20歳だったから、もうすごい風船とかも用意して、みんなで、なんなら主役も風船一緒にやるくらい、みんなでやって、あと何だっけ、あとはなんかご飯で、あのサプライズプレートとかサプライズみたいな感じでやってたんですけど、もういっかってなって今年はさっきご飯食べに行って、で今日はもうあとは写真とか撮ってぐっすり寝るっていう感じです。考えすぎだよ。そう、直感ポンポンやろ、感じやろ。で、私は昨日だっけ、ね、課題のやばいって言ってたさ、課題、あ、言ってたよね。その課題がやっと昨日終わって出して、あともう一つだけ残ってるんですね、課題が。だからそれも、それは木曜日までの提出だから頑張ります。そう。ごま塩ボッティさん、なんかあれだね、や、美女と野獣のさ、あのバラのやつみたい。ありがとうございます。こちらは高校の OB として吹奏楽コンクールに向けての合宿練習お泊まり。そんなのあるんですか、すごいね、吹奏楽のすごいね。で、私あれやってた、小学校の頃音楽会みたいなので木琴とかやってた。めっちゃ課題多いんです。そう、多いんですよ。この質問とかね、そうそう、分かっちゃう、勘ぐっちゃうから、もう直感、文章が入ってこない頭にやる気がなくて、ね、そうやった、ね、そう、なんか木琴のあったの、オーディションみたいな、
音楽会で木琴とか鉄琴とか木琴とか鉄琴のオーディションあったんだよ。で私木琴がしたくて、あの音楽のその先生の前でオーディションして、そう受かって木琴叩いてたことある。楽器できるイメージないがバイオリン弾けそう。バイオリン弾けそう私マジで。こう見えてピアノとか習ってましたよ。こう見えてでも木琴とかも忘れちゃったけどね。そう実はピアノ習ってると、でも習ってたけど今弾けるって言われたら猫踏んじゃったしか弾けない。どんな曲弾いても、え、それこそなんか発表会、ピアノ発表会みたいなのでエブリデイカチューシャとかやって弾いてた。そうだよ、ショールームだよ。 OK、 入る。 OK、 やばい。友達がショールーム行こうとしてる。どうやって調べんの、どうやって調べんのって言ってる。ああ OK。 そう、あったったった、どういう目線これ。お隣、お隣メンバー参加しないの。どういうこと、何に参加。ワンバンコ爪かわいい、だって爪かわいい。でも見てめっちゃ伸びてる、ほらこんなに伸びてる、やばくない。プール行かないの。プール行く予定ないですね。お友達こんばん、お友達今見てます、今見てます。なんかみんなコメントしてあげてください。爪美味しそう、やばいでしょ。じゃん。海も行かない。 海嫌いなの、嫌いじゃないけど怖い、怖いの。だってどんな質問してんの、最悪だよ。ひなこちゃん学校でもいい子ですか。いい子です。そう日焼けするからね、いけない、爪長くなって。友達コメントでめっちゃ真剣に見てる、すっごい真剣に見てる3人で。日付変わる瞬間、日付変わる瞬間なんかするだって。飛ぶ、確かにお酒も買ってないし。ジャンプする、ジャンプする。年越しみたいな、ジャンプ。ひなこちゃんに学食連れてってほしいって言ってたって。え、連れて行こうかな。じゃあ今日かを学校に連れて行って、学食に。誕生日、そう一人 S ちゃんが誕生日、あともうちょっと日付変わった。その爪でパソコンできる、できるよこれ。でもこれよりもっとな爪長いお友達いる。爪折れ、学祭も行きたいらしいよ。だってマジ学祭。お友達の好きな食べ物お友達の好きな食べ物なんか今食べてますね。
なにそれ。昆布。おしゃぶり昆布食べてるらしい。渋い、だって渋いね。これよりも長いと前不便そうだ。そうね、寝る場合はされてる。渋いね。なにこれ。昆布。昆布。これね、これ食べてるらしい。柔らか黒ブラックスティックケールプだって。渋いですね。昆布なんてもう、ね、私なんて全然食べてないですかね。こうなんかこういうちょっと渋い系が好きなんですよ、この S ちゃんって子。笑われるでしょ。21歳で妥当だろ。髪増やそうとしてるのかな、だって。確かに伸ばしたいしね。わざわざエクステして絶対そうだよ。そう、しかも S ちゃん今エクステしてるからおつまみ系好きなのね、多分ね、そうなんだと思う。おつまみ何が好き？え、私は最近あのコンビニに売ってるね、なんかクリームチーズみたいなのを生ハムで巻いたやつが好き。この後はみんなで写真とか撮ってお風呂とか入ったりしてっていう感じですかね、多分。今日は学校だったんだけど、最後の学校かな、うん、最後の学校を終わらしてきて、もう課題も昨日本当に大変だったんだけど頑張って出して、あと1個課題出したら私の夏休みが始まる。そう、頑張ったの本当に。で、夏休みはいっぱい楽しんで、後期また頑張らないといけないんですけど。大学の夏休みは長いから悔いなく楽しんじゃうね、本当にそう。大学ってね、長いんですよ夏休み。今日のお泊まりはオール？いや、オールはしないですね。そんな元気じゃない、もうもうそんなね元気じゃないんです、私たち。夏休みの予定、夏休みの予定はまあ大体立ってるかな。門限過ぎてるようだって。今もう帰ってきたよ。ちょっと顔がなんか暗いかな、やっぱ暗かったかな。そう、ホテルにいるんですけど、みんなでなんかベッドが4つあって、で普通のベッドが3つで、これなんて言うんだろうね、このベッド、ハズレベッド、ハズレベッドが1つあって、でみんなでもう入ってすぐにジャンケンしたんですよ。4人でじゃんけんして負けた人がこのハズレベッドになったんですけど、まさかの私負けちゃって、私今ハズレベッドで1人でいます。しかも他の3つのベッドはくっついてるのに、このハズレベッドだけめっちゃ離れてる。悔しい。
どの辺が外れなん、まず高さかな、なんて何が外れなのかな、ソファーベッド、なんかもう高さも低いみたいな感じ。でも全然いいですけど、うん、はい、かわいそうやめてかわいそうやめて、本当にそう、じゃんけんで負けたのよなんか最初そう4人でじゃんけんして、2人勝って2人負けて、でその2人でうちともう1人でじゃんけんしたんだけど、最初愛子だったのに私が負けちゃった。そう、別名エキストラベッド、エキストラベッドっていうの、じゃんけん盛り上がって、盛り上がった、めっちゃうるさかった、さ確かに主役が外れよりはいいよね、主役を挟んで、うん、主役挟んで、ね、そう寝相が悪いから落ちても大、私寝相悪くないよちなみに、という感じで今ね4人でそう写真撮ったりするので、今からね、いろいろやることやって、いろいろしてからゆっくりしたいと思います。今日も皆さん投票ありがとうございます。報告してくださってる分は全部見れてると思うのでありがとうございます。ということで、じゃあランキング読みますね。13位リトルフォレストさんありがとうございます。12位ピンクカメラさんありがとうございます。11位ダミチンさんありがとうございます。10位ハラチュンありがとうございます。9位タカさんありがとうございます。8位小池屋ポテオさんありがとうございます。7位まだ見てる、7位ニアコさんありがとうございます。6位ソウスイさんありがとうございます。4位 WY さんありがとう、間違えた、5位まぼろしさんありがとうございます。4位 WY さんありがとうございます。3位かしわさんありがとうございます。2位白眼鏡ありがとうございます。そして1位はごま塩パッティさんでした。ごま塩パッティさんありがとうございます。ありがとうございます、ありがとう。ということで今から写真撮ったりしてまたいろいろしたいと思います。それでは今日は早く寝れるといいですね。頑張ります。みんな優しいって言われてるよ、どういうことだろう。はい、いっぱい寝たいと思います。みんなでということで、じゃあまたいつか、明日かな、明日ね。バイバイ、みんなおやすみ、またね、おやすみ。